およそ20アールの畑でおよそ4万本のコスモスの花が楽しめるアスピア玉木ですが、管理をするふるさと味工房アグリによりますと、今年は天候不良で種をまく時期が大幅に遅れ、今月15日ごろにようやく花が咲き始めたそうです。ピンクや白、オレンジなど色とりどりのコスモスが時折冷たい風が吹く中、訪れる人を出迎えていました。見ごろの時期が例年より1ヶ月ほど遅れていて、たくさんのつぼみが出番を待つコスモス畑の見ごろは今週末から11月中旬まで花を楽しめるということです。